FTR はホンダ技研工業が製造販売するオートバイである。フラットトラックレースをイメージしたオートバイである。フラットトラックレーサーの頭文字をそのまま転用した。社名は1986年に発売された FTR250 と2000年に発売された FTR の2車種に付与されており、いずれも 250cc クラスの空冷4ストローク。 サイチェシー短気筒エンジンを搭載する。1986年2月25日発売。形式名 MD17。フラットトラックレースをイメージしていた同社のオートバイは1982年に FT400.500 が発売されていたが、日本では馴染みがなく未知のレースであったこともあり、販売は低迷していた。しかし、 アメリカで1984年1985年に2年、連続メーカーライダーチャンピオンを獲得したことから、軽量、低重心、スリムな車体、応答性の良いシンプルなエンジンを搭載するという、フラットトラックレーサーの技術を導入し、行動走行可能なフラットトラックレーシングマシンとして開発されたのが、本モデルである。しかし、当時は、レーサーレプリカブームであったこともあり、 フラットレーサータイプの本モデルは市場に受け入れられず、販売は低迷。1989年までに生産中止となった。車両解説車体は、低重心かつ短いホイールベースを基本とし、低いシート高や大きなハンドル切れ角をはじめ幅広タイヤを装着するなど、フラットトラックレーサーの基本を踏襲する。フレームはトップに1本。 ダウンに2本の交換チューブを配したベーシックなダブルクレードルであり、高動走行可能なレーシングマシンということもあって、薄肉で非常に軽量な作りになっている。ネック部分から生えるダウンチューブの根元には、大型のガゼットが溶接され、ネックの合成を重視している。一台限りで熟成されておらず、またべての部材が薄肉であったこともあり、数年数万キロ程度でネックのガゼットに、 クラックが入るエンジンマウント部分にクラックが入るセルフ式であってもサイドスタンド付け根が折れるといったトラブルが起こりやすかった。外装で特徴的な大きなツノメライトはメーターごと簡単に着脱できるような作りになっている。これは高動レーサーコンセプトとして必須の設計であった。サイドカバー兼王型絶ンプレートも飾りではなく立派にレーサーとしての装備である。 余談ではあるが、この取って付けたような大きな角目メライトが不細工だとされ当時の販売低迷の最大の原因となっており、後年のレプリカである FTR223 ではそれを教訓として丸目ライトに変更された。搭載される排気量 249cc の MD17E 型エンジンは MD16 型 XLR250R 用、 MD16E 型の内径 X 工程を 75.0X56.5 から 73.0X59.5 とややストロークを延長。フラットバルブ加速ポンプ付きの PJ30mm キャブレターによる燃料供給で中低速域でのレスポンス向上と高回転域での出力特性を両立させたチューニングが施された。指導方式は セルフ式を採用されたが、キックスタート車も併売された。この MD17E 型エンジンは、MD16E 型よりもロングストロークになった、関係もあって、中低速が扱いやすく、キック式のみこの後の XLR や XR にも、小変更され、使われることとなった。2000年9月8日発売。形式名 BAMC34 型。 1990年代後半からオフロードバイクのダートトラックレースカスタムが流行し、FTR250 の中古車流通が急増した。同様に、ヤマハ TW200 が最大の特徴である幅太タイヤで人気を博し、街乗り用のカスタムベースマシンとして人気となったことから対抗車種として開発、発売されたのが本モデルである。車両解説スタイルは、 FTR250 を踏襲しているが、フラットトラッカーが持つスタイルと走破性を、現代のストリートに合わせ蘇らせること、TW200 の市場を奪うことをコンセプトに、カスタムベースとしての使い方を念頭に置いた、ストリートモデルである。通常フラットトラックレーサーは、後輪ディスクブレーキだが、本製品はあくまでも、先代 FTR250 の雰囲気を、 安価に楽しむ商品のためドラムブレーキを採用している。ターゲットが TW200 の購入層だったため安価な TW200 に対抗して車両価格を抑えることは市場命題であった。外装にタンクとサイドカバーを FTR250 と共用するのみでその他はすべて別物である。搭載されるエンジンは1973年発売の バイアルス125トルコリラのエンジンをベースに排気量を拡大しセルフスターターを装着した排気量 223cc の MD33E 型を流用。常用域でのトルクフルな特性を重視し最高出力は 19PS と低めなものの扱いやすさに考慮したチューニングを施されたものである。このエンジンは1997年に SL232 も搭載される。もともとはコストダウンのために古いエンジンを再起用したものではあったが成功したエンジンの一つである。両者もにこの枯れたエンジンを搭載したことで信頼性が非常に高く通常の用途においてはトラブルフリーだった。フレームも FTR250 のダブルグレードルから新規開発のセミダブルグレードルに変更されるなど コストダウンはもちろんのコトレースよりもストリートでの取り回しや警戒感を意識した。なお、車体色シャスタホワイトのみ、後輪前側面に絶景プレート風サイドカバーが装着される。変歴、ありがとうございます。